ゴリラヘルツ帯が速い、爆速の 4.8Gbps ですよ。すげえ、思った以上ですね。じゃあもう話聞いたんで買います。いやいや、ちょっと待って待って、もう一つ家族に大事なポイントがあるから。どんだけ魅力あるんですか。こんにちは、アスキー編集部のスピーディー須岡です。ムラリンです。今日はどうしました。実はこの最新のゲーミング Wi-Fi ルーター、 TAF-X5400 を見てほしいと思ってさ。お、ゲーミングルーターといえばの ASUS の TAF シリーズじゃないですか、うん、今人気ですよね。スピーディーさん、今家族でどれぐらい端末つないでんの。家族3人でデスクトップ1台、ノート2台、ゲーム機3台、スマホ5台、タブレット3台、そしておまけにテレビが1台つないでますね。つないでるね。つないでますよね。もう家族3人それぞれ使うんでね、いつも回線が混み合っちゃってるんで、うん、最近はね、もう夜中にこっそり、ゲーム遊んでたりするんですよね。あ、普通のルーターだとそうなっちゃうよね、うん、でもこれゲーミングルーターだから。お、ゲームを優先してくれるものがあるんでしたっけ。そうそう、それだけじゃなくてね、 TAF-AX5400 の魅力、最高速度 4804Mbps、 ゲーム専用LANポート完備、ゲームブースト QoS が手厚い、 AI プロテクションで安心安全。まず何といっても 50Hz 帯が速い、爆速の 4.8Gbps ですよ。最高 4.8Gbps ってシリーズ最速じゃないですかね。そうそう、 5GHz 帯が4ストリームになって約2倍も速くなったんだよ。もちろん 2.4GHz 帯も最大 574Mbps で高速だし、このスピードでなんと価格は2万円以下。ちょっとやばくないこれ。え、安いですね。買います。いやいや、ちょっと早いな。一応もうちょっと説明させてよ。ゲーム専用のLANポートですね。知ってますよ。パソコンとかプレステなんかをLANケーブルで直接接続すると、通信データがそれだけ優先的に処理されるポートがあるんですよね。そうそう、さすがに詳しいね。それって例えば、僕はオンラインのレースゲームをしているときに、隣の部屋でうちのワイフが急にインスタライブを始めたり、子供の 4K 動画をアップロードし始めても、こっちの回線に負荷がかかってハードラックとダンスっちまったりしないってことですよね。まあそんなことがあってもスピーディーさんは安心してゲーム内でアクセルベタ踏みできるってわけ。それは最高ですね。もちろんオープンナットや IPv4 オーバー IPv6 にも対応してるし、あとはゲームブースト QoS 機能ね。それって何でしたっけ。 QoS は無線の中で特定の通信をどれくらい優先させるかをプリセットで順位付けできる機能だね。例えばスマートフォンのルーターアプリからモバイルゲームモードにさっと切り替えられるんだけど、それだけでなんと最大 30% 程度のパフォーマンス向上が期待できると。おお、それってつまり、いつまでパソコンでゲームしてんのよってワイフに怒られた時に、ごめんごめんって言いながらトイレに移動してスマホでゲームをしても、僕のゲーム回線だけは常に爆速モードってことですよね。叱られたらそういうのやめなさいよ。まあとは言っても、同じくらいの通信量が同時に来た場合、ゲームのパケットを先に通してあげるみたいなもんかな。あとゲームブーストって名前がついてるけど、動画視聴の信号を優先することもできるし、オンライン会議の通信を優先させることもできる機能なんで、ゲーマーに限らずファミリー層でも結構恩恵を受けられる機能なんだよね。すげえ、思った以上ですね。じゃあもう話聞いたんで買います。いやいや、ちょっと待って待って、もう一つ家族に大事なポイントがあるから。どんだけ魅力あるんですか。実はこのルーター、AI プロテクションといって、セキュリティ会社として世界的に有名なトレンドマイクロの技術を採用したセキュリティ機能を搭載してんのよ。なんとパソコンのセキュリティソフトがオフであってもネットワークを24時間監視してくれるし、ネットにあんまり詳しくない家族の機器もきちんと守ってくれるってわけ。へえ、子供がタブレットを自由に触ってるんでちょっと心配だなと思ってたんですよね。 AI プロテクションがあればウェブのフィルタリングもできるし、そもそも悪質なサイトをブロックしてくれるんで安心だよ。まあ子供よりも先に僕が変なサイトにかかる確率の方が高そうですけどね。そこはもうちょっと自制しようか。あとそもそもの話なんだけど、古いルーターを使っているとネットに接続してない時でもバッテリーが消費されちゃうことがあるんだけど、 802.11AX 対応ルーターだと未使用時にスリープモードに入るってお知らせしてくれるから、スマホユーザーこそ Wi-Fi6 対応ルーターに変えるべきだと俺は思うね。おお、それは嬉しいですね。あとね、 ASUS の Wi-Fi ルーターにはルーター同士をつないで家の隅々にまで快適に電波を飛ばせる AI メッシュ機能があるんで、部屋の移動もストレスがないし、昔買ったルーターもうまく有効活用できるのがいいんだよね。広い家に引っ越しても有効活用できると。そうそう、家族が多い人ほど Wi-Fi ルーターはちゃんと選んでいきたいよね。確かに、ゲームやスマホに最高に相性のいい ASUS 最新ゲーミング Wi-Fi ルーター TAF-AX5400、 おすすめです。